マスクについてな、そろそろちょっと不満鼻、これにフィットするやつがまだ出えへんねんけど。フィットするやつっていうことな。もう鼻がさ、曲がってきた気がする最近。曲がってきた、赤くなってるやん。ここ、何にもやって、もう変色が始まりました。ここがニヤッとしてんねん。ニヤッとして。この間コロンビアのさ、女の子、なんだっけ、ラテンガールズとコラボしたやんか、動画で。で、俺がまたしてもさ、おっぱいおっぱいとかいろいろ言いまくってたやん。おっぱいがどうとか、あれちゃんのおっぱいが小さいな、ちょっと大きいとかさ、なんか俺そういうことをいろいろ言ってるやんか、これまでの動画でも。うん、チッコも言ってるし、もう基本的にそればっかり言ってるやん、大好きやから。なるほどね。でも最近さ、これ新しい視聴者の方か分からへんけど、これ今もなコメントパーって見てたんだけどな、男の人めちゃくちゃ失礼、そこら辺の中年のおっさんよりひどくて見るに耐えられないコメント来るようになってんねんけど、もうあれやで、もうこの世間はこう女性に対するセクハラ的なものに対してもうびっくりするぐらい厳しくなってるわけよ、今は。世の中はもうテレビとかもちょっとでも女性蔑視になるような、なこの女性のおっぱいしか見てないのかみたいなことにならへんようにな、みんな配慮してこうコメントをしてるわけですよ。逆に何を目指してんやろな、どういう世の中になってほしいんやろな。もう多分そのうちな、うっかりポキとかしただけでもな、もう逮捕。でもポキもしょうがなくなって、濡れたらどうすんの。でも濡れるのはセーフなんじゃん。なんか女の人がなんか言うても、なんかそれはまだ大丈夫っぽいからさ。そう、おかしくない？それは差別やん。だって男はダメなのに女はいいっていうのはどういうことなの？もあるし、だからまあ見てね、私がね、いろんなね、こうゲストのね、女性の方に信じられないようなセクハラをね、何度も繰り返しね、チンコを言い続ける件について、本当にね、ご不快な思いをされてる方がいらっしゃるのであればね、まあ、それはないね、申し訳ないことかなと思ってるわけよ。いや、あのな、だからゴリ吉郎がな、あのすごい叩かれてたやんか、女の人をバカにした発言した、女っていうのはこうだからなみたいなことを言って、あとその後、それでもなんか懲りずになんかのパーティーかなんかでさ、あの今までずっと支えてくれた女性がいるんだけど、まあ女性っていうのには言うような年齢の方でもないんだけどとかっていうようなことを言った時に、まあバーって叩かれてたけどな、俺はそれはな、まああかんと思うね。なんでかちょっと彼は政治家やからな。政治家はまあ要はまあ税金とかでね、まあ税金で回ってる場とかそういうことで言ってる人が叩かれるのは私は当然のことだと思うし、俺もツイッターとかで彼を叩いたよ。ちょっと叩いたよ。何そのつもりやね。叩きましたよ。何を叩いてんねんお前。けれど俺が言いたいのは、そういう男がいることに対して一般の世界で叩くのってどうかしらと思う。なんでかっていうと、俺な、この間な、 Tinder のな、マニアの女とな、ちょっと一晩ぐらい喋ってたのに、全然出会いがないから Tinder でどうやったらいいんかって。で、その女はな、ずっと Tinder のプロフェッショナルで、今私50人分回してるのよって言って。分回してるって。どうやってそんな50人も分回せるんって言ったら、え、こんなん早よどうっていうのでやっときゃええねんって言って。はよどうって何って言ったら、あの iPhone で文字をな、登録しとけば大体男のことは分かるからっつって、は、はじめまして、グラスです、よろしくお願いします、どちらにお住まいなんですか、何それ、お仕事は何をされてるんですか、そんなことやってんの、これだけ分かっとけばヤバいとこに住んでたら金のない男って分かるし、仕事もヤバかったらやばそうやなっていうのが分かるから、このはよどうだけな、登録しとけば分回せるから登録しときなって言われて、それに対して彼女はね、やっぱプロの女なんだけども、そこら辺のやっぱ男がおごるべきだよみたいなこと言ってたわけよ。なるほど。で、彼女が言ってて俺がな、なるほどなって思ったのは、だから私はな、森吉郎叩かへん、森吉郎はあんなこと言うけど絶対おごるもんって言ってた。なるほどな。もちろん女性が進出をして稼いでっていうのはあるけど、あくまでもそうなったら男性と女性は対等な立場でやり合う必要があるんやけども、おごられたい女もおるやん。おるおるね。養われたい女もおるやん。男だって上の優位の立場に立ちたい男もいると思うねん。で、なんかおごりたい男とかな、
おごってちょっとこう立場を自分の立場を上げたい男っていうのもおるから、俺はなんかそういう女の人がおってそういう男の人がおってってやったら需要と供給が一致してると思うねんな。で今はその需要と供給が一致してない、そう私は男と対等にいたいとか俺は女性と対等でいたいっていう層の声がすごい大きくなってるけど、でも森喜朗がもしも政治家じゃなくて普通の一般人のジジイやったらそんななんか叩かれる筋合いないと思うねんな。俺金稼いで養うのみたいな、養って偉そうにしたいね、まあ、それは個人の自由やから、ね、ご自由にどうぞだよね。だから一般人をこうとやかく言うのは俺はちゃうなと思う。別にそういう人だって言っていいじゃん、そういうね差別をする人がいてももういいじゃない。差別じゃないんかな、なんかこうそういう考え古い昔の考え方でおる人俺をおってもいいと思う。それも含めてダイバーシティじゃないんですか。だから私のようなね、俺はテレビとかそういう公共の場ではやりませんけども、まあ、こういう下世話なチャンネルでねセクハラをすることに対して法律にさえ触れかったかな、法律に触れる範囲のことはやりませんよ。でも法律に触れないことであればやります。やります。だって俺はおっぱいでいじったの嬉しそうにしてんねんもみんな。そうなしてんねんもみんな、来るぞ来るぞと思って来てんねんもん。インタビュー受ける側もそれちょっと違う。だからだって俺の動画見てたら絶対父出してたら父すごいなとか言って言うって分かってると思うねん。そにもかかわらずみんな父出してくんねんもん、いつもみんな父出してんの、父出してくんねん。だから俺で、ね、俺はいじってあげんかったら逆に失礼やろその父をって思ってんの。セクハラされたい女にはセクハラすんねん。でもそれ正しいか分からへんからまあそれをだから俺が勘違いした時に逮捕されます。そうだよね、そう多分そういうことだ逮捕されます。やめろや。その時には私は逮捕されるのでくれぐれも皆さんまあ真似しないと。ちょっと待って、こっちが困るから皆さんじゃなくてこっちもいるからな。こっちのおっぱいだけにしてもいじるのは、こっちのおっぱいだけにしてもいじるのは私たちの動画を見て子供たちがね真似するとかいう件については、まあ真似はしないでほしい。ほとんどは失敗するから、これはあくまでもショーだと思って見てほしい。向こうにも動画をアップする前にこれで大丈夫ですかってこともちゃんとお互い確認してるし、ちょっと待って、うちおっぱいいじられて大丈夫とか言ったことないねんけど、まあ、私は聞かへんうちは聞かへんのかい。聞かへん、見たわかんない、見たわかんない、おっぱい私のおっぱい、おっぱい、おっぱい、ほらおっぱい、おっぱいってやってるもん。ないない、まあ、ない、そんなないおっぱいとか言われるようなもんないからね。ちょっとだからそういうね悩みもちょっと抱えつつよ。悩みくん、悩みくん、まあ、相手がほんまは嫌がってたらあかんかもな。みんな結構まあ喜んでるな。そうだから、それをほんまに見極める自信があっても間違ってる可能性はあるから、だからやらん方がええねん俺はな。でも俺は限界攻めますって、やりたいかい。で別にやりたくもない、俺女のおっぱい興味ないもん。別にそのおっぱい見てねいじったってね別に俺は募金もしないし。それどうなのよ、それチンポ出せチンポ、どうでもいいんだよね。頑張ってチンポ生やしてくれたらね俺は本当のガチの意味でセクハラするよ。まあところで今日の動画はな、俺がな長いわ長いわ、なお前置きやけど今日の動画はな、俺がなこのマスクについてなそろそろちょっと不満を抱え始めた。全然ちげえよ最初でもびっくりするわほんまに。いや俺なもうマスクがなすごい最近進化しててさ、こう耳をこうかけたら痛くなるからって言ってな、ここ柔らかいものにしてる、そうここ柔らかくしてたりとか、あとなんかこうメガネみたいになってたりとか、あとメガネが曇らんようにここに綿が入ってて曇らんようにしてたりとか、なんかすごいいろんな工夫したマスクが出てきてんねんけど、確かに進化してるよね、やっぱこの時代だからこそだよね。俺のな鼻これにフィットするやつがまだ出えへんねんけど。フィットするやつ俺鼻な、もうなこの1年2年ぐらい毎日のようにマスクしてることによってな、もうなこう押されてるやんか、ここが俺の、皆さんは押されてないかもしれへんけど俺の鼻は常にこのマスクによってクッて押さえられてんねんな。なんかこう勃起したチンコがこう朝立ちの時にパンツが硬くてデニムのジーンズの中でこうプッて押さえられてるのと一緒の状態なのね、ここがずっと。だから俺もう鼻がさ
曲がってきた気がする最近。曲がってきた。この抑えられてることによって今までこうちゃんとしてた鼻がだんだんこう。わし鼻みたいになってる。そう。細かいな。ほんまほんま。ほんでそれだけでは飽き足らずな。この上の部分、ここの部分がな、もうずっとここも押さえつけられることによってな、こういう見えるかな、変色してきたねんけど、ここがほんまいな。あ、ほんまじゃん。俺もう赤くなってるやん。ここ何もやって、もう変色が始まりました。ここがどないするのそれ知らんねん。だからいい加減に鼻が高い人も窮屈にならないマスクを作ってほしい。どういうマスクが欲しいの。ここがなんかもうすごくこう出っ張ってる。そう、ここがこうちょっとこう出っ張ってる鼻用に、ここだけもう気に入っちゃう。もうだから今これ要は女物のパンツの状態なのね。でも俺にはチッコがついてるわけ、顔に。ってなるとそのチッコを収めるためのスポット、男性のパンツにもあるやんか、チッコを収めるスポットみたいな。ポジ言うてさ、なんか右左によるやろ。右とかに鼻をこう曲げて、そしたら曲がるやん、鼻が。多分だってちょっと曲がったりしてんねんで、多分こう抑えられてる時にこう、そう、うん、だから俺チンポジを正しい位置にするためのマスクを、マスク業者の方は誰か開発してください。もう本当にそれ俺は切実にずっと思ってる。ほんでな、この動画出したらな、多分こういうのがあるからこういうの試してみとかって言われんねんけどな。どういうの。なんかこうカポッてはめるやつとか、あれ、ああいうのもな、俺試しました。ダメダメなんですか。私の鼻はそれよりも高い。どういうことなんですかね。もうね、なんか世の中ちゃんと、じゃあそのブラスに合うような、なんかブラスみたいな鼻を持ってる人たちもいるわけでしょ。おるよ、世界中には。ちゃんと合わせるよな。そう、もう耳なんかどうでもええねん。耳の痛さと比べたらな、鼻の痛さの方が全然痛いから。そっか。だからもう歯並びとかもさ、小さな力でずっと押さえてたら歯並びって変わるやんか。それを使ってるのも矯正やんか。鼻も多分な、これこのコロナ禍で鼻が曲がった人いっぱいおると思う。で、変なマスクはつけたくないの、やっぱ恥ずかしいから、目立つから。例えばさ、ここだけにこうピュッて入れる昔さ、花粉症のマスクみたいな、あーなんかあるね、うん、息するとき、ああいうのがほんまはいいんやろなとか思ったりするけど、でも俺がやってたら、なんかあの外人変なマスクしてるわっていう視界視線になるのも嫌やから。それお前が恥ずかしいだけやろうが。マスクをちゃんとしてくださいってことなのか。顔にチッコがついてる人だっているんです。そうだね、私もでも確かにチンチンがあるみたいな感じなんか、まあ、なんかぐらいちゃう。やめろ。